リキア、破天荒夫婦。この日がついに来ちゃいました。はい、皆様にご報告があります。破天荒夫婦が運営する心斎橋にある夜カフェ、カフェミスターなのですが、オープンしてから1年半ぐらい経ちます。いろんな人にもこう応援してきてもらったわけなんですが、うん、この度カフェミスター大黒字になりました。夏にかけてどんどんね、ありがたいことにお客様も増えてきて、そして頑張ってくれてるスタッフのおかげで売り上げが上がりました。そういうことで人手不足です。常時2人はね、いるんですけど、2人じゃ回らなくなってきているんで、一緒に働いてくれる方いませんか？11時半上がりと次11時半出勤から、まあ、朝5時まで、うん、詳しくは動画の一番最後でもっと細かく言います、はい、経緯を説明すると、僕の方針が現場に基本的にはこう出ないスタイルの事業展開をしていくっていうとこやったんで、オープンまでのドキュメンタリー見た人は覚えてるかもしれないんですけど、当時のスタッフたちに現場を任せてこうやってたという感じやったんですけど、やっぱりみんなこう手探りで経営経験がないスタッフたちで、まあ実際やってたので、僕たちもアドバイスがサポートは入ったんですけど、なかなかまあ集客もね、認知も少なかったので、赤字がだいたい1年ぐらい続いてました。責任者入れ替わったりしててやってたんですが、初めてのこう繁忙期の夏を迎えるみたいな形で実際やったら、見るうちに、まあ、売り上げが上がっていきまして、理由は結構何個かあって、うん、まず雅が浅いブームが来る前に、いや、あれは来始めてたね。中町あやちゃんが食べ始めた、うん、うわこれ来るわと思って、去年の11月からね、浅いボールお店では提供してるんですけど、どん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 浅いブームが火ついてきて、浅いボール屋さんかなっていうぐらいみんなね、浅いボール目当てで来てくれる方もいて、相乗効果でね、カフェの売り上げが上がったって感じですね。トレンドをね、先取りしたっていうのがまず一つのポイント。まあもう一個はですね、あのドキュメンタリーでもちょっと触れてんねんけど、4月頭にこの店を迎え閉めようかなと思ったよ。なぜかというと、純粋な人手不足、たまたまこう退職するスタッフが重なったりとか、俺たちがこう海外に行くのも重なってしまったよ。急遽やっぱ数人辞めたから、閉めよう2週間ぐらいね、でその間に人を募集してやろうかなっていうのもあったんやけど、いろんなもう問題もあり、まあ売り上げもねちょっとずつ上がってきてたのもあって、どうしようかなと思ったら、ある男が一人手を挙げたんですよ。我らのスーパー企画運営プロデューサーですね。なんと、じゃあ僕がやりますか。結局その4月1日から売り上げパーン跳ね上がって、うんうん、で俺が帰国して実際現場入った時に、なんだこのオペレーションはみたいな。当時責任者の子たちが頭でこう考えながらやってたと。メニュー開発するのはいいんだけど、開発時に100点は作れない。1時間かけて1個の浅い作るのも可能なわけだ。ああだこうだ言いながら盛り付け、あこれめっちゃいいや、微調整したりして、これ完璧、すごいいいって言ってできんのよね。でも1時間でじゃあ100人前出た時ってどうすんのまで考えてない。生産が追いつかないこととか、そんな綺麗な盛り付けできないスタッフがいるのに綺麗にどうやったらすんねん。暇なお店やったからこそできてたメニューが多かった。10分ぐらいかけて作って提供するっていう可愛いクマパフェ送られました。ミーヤが作ったやつ見た、ゾンビよ。はい、まあ繰り返しメニューを改善して、結構提供スピードが速くなったりとか、まあ効率よくなって今の現状に至るっていうんやけど、はい、ここまでが繁盛した、まあ、2大要素やね。看板をね、1人出してないにもかかわらずすごい大繁盛。しかもね、路面店じゃないよ。結構すごいの作る予定やねんけど、まあそれもちょっと今やめとこうと、うん、これ以上お客さんも来ると多分迷惑かけちゃう。まあそんなもあり、オペレーションも今改善中です。まあということでですね、俺がこう浅井を触れ合ってから、ちょっと俺もハマりだしまして、浅井研究正解が分からんかったんけど、最近分かってきて、みんなが求めてるもん、もったりしゃぶしゃぶはダメ、ちゃんと酸味というか浅井の味がする、うん、ベリーを感じれる。ただ今あの口コミとか見てると、アサイの量少ないんじゃないかとかっていうね、意見があるので改良しようと思います。お、増やすんですか。宿題が来まして、僕に改良しなさいと。容器から全て変えだろうと思って、まあメニュー数をね、うちアサイ多いとは言われない。でプラスここにトッピングできるようにする、もうちょっと増やせるんじゃないかなと。あったらいいなと思ったのはトロピカルアサイ、ヨーグルトアサイ、今100点です。一回見てください。はい、それではアサイボール改良まで、せーの、ピュッ、どうしょー、鮮やか、めちゃくちゃ改良されたよね。で、カップも変更しました、はい、今まではもうちょっとね、浅かった。まずこれがね、今まであったレギュラー
アサイ、バナナ、イチゴ、マンゴー、ブルーベリーと、はい、蜂蜜とココナッツもトッピングでこれがまずレギュラーね。ベリーアサイ、前よりめっちゃ可愛くなってる。ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー、イチゴの乗せ方はみやびが決めた。可愛い。もうシンプルアサイね。もう単なるベースにグラノーラとココナッツだけ、はい、トッピングもいっぱいあるんで自分好みにトッピングする人が結構多いです。で、これがみやびが一番好きなのはこのチョコアサイ。改良した時にいいなと思ったのが、前までヌテラかけてたよ。これがまたね、オペレーションしにくいよ。絞られへん時ある、詰まって今回からこうやってこう乗せるスタイル、チョコチップも削りチョコに変えて、ヌテラの横に削りチョコレートを入れてチョコレート感を出してます、はい、でこれが新しく加わるトロピカルアサイ、マンゴー、パイナップル、ドラゴンフルーツ。キウイは本来トロピカルフルーツじゃない、ね、よくトロピカルフルーツと一緒に出されることが多いということで味も結構近いところがあると、うん、トロピカルに、うん、ヨーグルトアサイ、ここにグリークヨーグルトね乗っけて、まあヨーグルトに一番合うような、まあイチゴ、キウイ、マンゴー、まあ、バナナも合うとか、なんかいろんなここは意見あると思うんだけど、まあそこはもうトッピングでつけてもらったらいいなということで、でこれがちょっと今店内用で改良をこう考えてる、まあこのお皿と容器でこうセットにすると、店内もテイクアウトもメニューは一緒、量も全く一緒やから、うん、まあ、こういう早く食べな、シャバシャバなる。いただきます。楽しみ。もう20分経ってますからね。お、20分経ってるけど結構もったりしてるよ。そんなこと言うとって来た人がシャバシャバやったらどないすんねどないする。いや、それは改良せなあかんね。そういうのをなくしていくのが企業努力というか。ヨーグルトめっちゃ美味しい。めっちゃ合うね。ヨーグルトも作ってるんですか？作った。これもまだ追求しきれてないから、店のメニューに入れるときには追求したやつを。トッピングがちゃうだけで味はほぼ全部一緒です。ヨーグルト乗ってるか乗ってないか、チョコクリームが乗ってるか乗ってないかの違いなんで、あとは好みかな。うん、まあ、そんなゆっくり見とらんと食いな。やったーはい、マジで食べた。あの一応映ってる、はい、みんなの意見も聞きながらやるとまだ改善の余地あるな。まあベースはこれでね、はい、9月の2週目ぐらいには正式に店のメニューになって改良版みたいな形でできてるかな。ちょっと期間はもうちょっと大体的に発表するのは多分インスタとかでやっとできましたっていうのを発表すると思うねんけど、そうですね、あ、ただあの既存のメニューチョコアサイとかレギュラーアサイに関しては今見せた状態でこの撮影日から変わってるんで、はい、まあ、こういう形でカフェも黒字になりましていい形に住みながら来てるんですが、動画の途中にも言ったようにですね、人手不足、ここのカフェに限らずやねんけど、うん、アホちゃう子とかバーとかも経営しててアルバイトだろうが社員規模だろうが、まあ、ぜひこう問い合わせしてほしいなと思います。熱量ある人とかは待遇良かったりとかするんですか？お店のため、会社のために動いてくれる人に関しては待遇はどんどんしていっています。ただ店舗がここもそうやってんけど、赤字の状態で待遇だけしろって言っても難しい、うん、やったら自分の力でこの店を黒字にしたのかぐらいの気持ちを持ってほしいねんな。ここを改良してこうしたらもっと売り上がらないですかっていう、俺たちが今回やったようなことを経験不足でもいい、ね、失敗しながらでもぶつかり合って形にしたい、それぐらいの熱量はぜひとも欲しいなって感じ、うん、でなんか TikTok のコメントで見てちょっと気になったことがあって、うん、給料未払いって書かれてたんですけど、それ宮部もコメント来てた。ほんま？ボケバレちゃったっていうのは嘘でないっていうのは、スーパーホワイト企業を目指してて、めちゃくちゃこう労務士さんとかね、税理士さんとかにホワイトにするにはどうしていったらいいですかっていうのを相談してやってんねんけど、給料未払いっていう子がいるならすぐ連絡してきてほしい。給料俺未払いしたことがなくて、うちの会社の取締役もんねんけど、絶対給料日だけは、仮にやで会社が大赤字来て現金がなかっても借金してでも絶対給料日は守ろうねっていうのでやってきてんやんか。ただ現金支給の子とかに関しては取りに来ないまま飛んだりとか。でもこれも法律に従って3年間一応うちはずっと置いてます。そうです。だからもしも未払いっていう子は取りに来ずに飛んでる子のことを指すんであれば連絡してきてください。なんならこっちが連絡つかないからどうしていいかわからんのもある。ただそのコメントは本人が書いたんじゃなくて、給料未払いの子がいるらしいですみたいな、うん、だから根拠もないのにこっちの風評被害を出すと。コメント消されたとか書かれてましたけど、はい、アンチとか別にいいよ、うん、何かに対してこっちの風評被害とかにつながる捏造だったりとか空想のことに関しては情報開示してとことん戦います。てか戦いました、過去に何度か。その人たちはちょっとかわいそうというか、まあ自分がやったことかしらないけど数百万単位で損害賠償もらったこともあるんで、
僕顧問弁護士さんもいますし、ホワイトにやってるからこそとことんいきますんで。口コミ結構増えてるじゃないですか、はい、ありがたいことに、はい、でそこで結構見かけるのが、うん、スタッフの対応が悪い、不愛想、はい、怖い、うん、はい、ありましたが悪いです、認めます。忙しすぎてテンパりすぎてぐちゃぐちゃってなってるっていうのもあるかと思うんですけど、まあお客さんからしたらね、それが第一印象としてあるんで、スタッフの接客態度っていうのは店にとって一番大事なものでもあるんで、そこは改善していきたいと思いまして、マニュアルをちゃんと作ったりとか、そういう改善していこうっていうのはしてるんで、また来てもらいたい。いや、なんか接客とかに関してはどこまで行ってもな、これ個々の能力差ってあるのはもちろんしゃあないのよ。もともとめちゃくちゃ声ちっちゃかったりとか、コミュニケーション能力がやっぱ低い子とかも来るし、それをこう面接の段階で見抜くんって 100% じゃない。悪い評価っていうのはもちろん受け入れてるし自覚あります。なので今まあ宮部が言ったようにマニュアル作成したりとか、給料面とかで、ね、そういうところの待遇をしっかり上げる代わりに店をこう厳しくするとか、うん、結構今スタッフにも厳しくやっていってるので、長い目で見てもらえたらなと思います、うん、さっき言ったように実際この店も2人で回すのも大変だよ。これはもうこっち側が人をそこの時に入れてないっていうのはもちろん責任感としてあるので、だから今回ちょっと募集したいのもまああるんですけど、うん、まあ、ここはもう重く受け止めてやっていきたいと思いますので、はい、うん、満足度だけを追求して僕たちも今店作りやってますんで、厳しい意見ももちろんいただいて OK なので、うん、DM の方がね俺はやり取りしやすいから、うん、直接俺に DM してくれた方がいいから、結構来んねんけどね、重く受け止めるしありがたくいただきますみたいな、ね、ありがたいですね、ありがたい、そういう意見もらえるのは言わずに来ないっていう方が俺は嫌やから、うん、最近こういろんなこと俺は本気で動くようになって、とにかくいろいろやっていける仲間が欲しい。まあもちろん俺の家族でまあミーヤがおって、今あやのちゃんが入ってきて、うん、さらにここの部署も良くなって、うん、カフェももちろんこうやって当然良くなって、他の店も全部黒字やねんけど、なんかまだ上行けるやろっていうのがあって、うん、これにはただやっぱ人手不足はちょっと関わってて、やっぱ週1とか週2のバイトとかも全然助かんねんけど、本気で一緒にやりたいみたいなスタッフがもっと欲しいなっていう風に、うん、思ってます。ありがたいことに、ほらこういう活動してたらいろんな人とつながることが多くて、今までやったことない事業の話が入ってくるよね。ただ俺たちが 100% そこに動けるわけじゃない。最初俺はもちろん動くんやけど、最終的な運営に関しては誰か責任者に任せていくっていう状態じゃないとこう展開できひんから、そういう時にお前一緒に行こうやみたいなっていう子がやっぱ欲しいと同時に、やっぱアルバイトでもこうやりがいがないとか思んないわみたいな感じでバイトしてる子多いやん、うん、やったら別にこのカフェに限らずバーでもいいし、アホちゃう子でもいいし、自分に合う職場、うちの会社内で一回体験みたいな形で3店舗回ってもらってもいいね、1日ずつみたいな、合うところがあった時にそこ所属みたいな感じでもいいし、合わなければ別に辞退でもいいと思うから、うん、まずは一回うちのところにこう体験みたいな形で働きに来てもらいたいと思います。まあ待遇面とかそこら辺に関しては僕に DM ください。もう何でもいいです、僕に DM くれたら全部返すんで。みやびのね一言から始まってアイス屋がやりたいってなって、結構広めの箱があるから、まあ、ゆるカフェっていう形でオープンしたんですけど、ただゆるカフェとして始めるとジムの時よりも結構赤字額が増えていって、このままやったらやばいんじゃないかっていう風にみやび自身もね結構追い込まれたりもしてたし、働いてくれてるスタッフもずっとね頑張ってくれてたんで、どうしようかなってなってたんですけど、力也も頑張ったらいいんじゃないのっていう風にずっと言ってくれてて、アサイボール始めたりとか、みんなで力合わせてお店作りしていく中でやっとこうやって黒字転換できたので、本当に皆様の応援と頑張ってくれてるスタッフのおかげだと思ってます。実際経営に関わっていく中で、まあ宮城はプロデュースというかお店のメニューを主に見てるっていう形なんですけど、まあ、やっぱりカフェ業態って経営が本当に難しいなっていう風にほんまに実感しました。っていうのもやっぱり客単価が他の飲食店に比べて低い、やっぱり売り上げ作っていくのが結構厳しい業態やなっていう中で、利益を作っていけてることに本当に感謝しています。でもっとね、はい、お店自体も大きくして店舗展開もできるように盛り上げていきたいんで、一緒に働いてくれる仲間を募集してますので、またよろしくお願いします。みんなでやったことないことに挑戦するのってやっぱリスクあるから大変だけど、うん、めっちゃ楽しいよ。結果がどんどん目に見えて変わっていくから、だからそういう風に一緒にやりたい子を特にはこう募集もしたいし、まあ、そういうねこうやりがいっていうところにフォーカスしたいと思いますので、はい、まあ、毎日がつまらないと思ってるあなた、よければ僕に DM ください。これからも皆様の意見を取り入れて日々お店自体も改善していけるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いいたします。以上カフェの報告動画でした。近々リキアは浅い専門店をオープンします。バイバイ。
え、本当ですか？いろいろ一緒にやりましょうっていうのが最近多いから、プロデュースするとか、まあ、アサイ職人ですもんね、今アサイキングだから、キングラメンじゃねえ、ミスターアサイキングやんな。一日をほんまに30キロぐらいバナナ買いに行ってるから、スーパーで噂なってる。果物屋と思われてんじゃん、まだ油天売屋と思われてんじゃん。